帰りフォークソングフォーユー。12月7日時刻は夜8時を回りました。この時間は名古屋りフォークソングフォーユー、名古屋でございます。エリでございます。名古屋りでございます。はい、はい、今日から12月の放送1回目ということです。うわ早い。もうあと1ヶ月もないで、ね、もう2024年になっちゃいますけどね。いや早いのよこれね。私ね毎年思うんです。はいはい。もうねお正月飾りは1年飾ってても分かんないじゃないか説さすがに分かるだろう分かる。さすがに分かるよそれは。いやもう、ね、しょっちゅうお雑煮食べてればまた冬が来る、うん、お正月が来る説まあ間違ってないけどね。それぐらい早い。もうってもうお雑煮の時期って、まあ、ね確かにね。あれもうってまあ私なんでもお雑煮は基本的にあの好きなので、うん、お雑煮美味しいよね。そうだからあのなんだろ う, こうお正月に食べるものっていうわけではなく、うん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 、やっぱ冬になると食べたくなりますね。なんかほらお雑煮もその家庭によってとか、うん、ね住んでいた地域ふるさとによって味が変わるなんていう。変わる。私はお醤油ベース。私とねお醤油ベースになりますけれども、うん、あの友達のお家はねやっぱり関西の方で白味噌を使うって言ってました。白味噌ちょっと美味しそうじゃない。美味しそうだね。どんな味なんだろうね。そうまだ食べさせてもらったことないから、うん、自分で作ってみたの。あ白味噌で今年白味噌にしてみろ見ろかな白味噌にしてみろかなだって、うん、してみようかな、うん、そうだね、うんまあ、それもいいね。そうだね、うん、来年来年か来年ね。そうか来年ね、うんうんうん、そうしてみようか。いいじゃないですか。いやだからいいのよ。私はいつでもお雑煮が食べたい人だから今でもいいのよ作るの。いやそれねさすがにそれお雑煮っていうのかどうかだよね。お雑煮じゃない、うん汁物のねジャンルではあるけれどもさあそう、うん、あその具はなんか違うの。あ具も違うんだと思いますよ。白味噌でさらにこういう具を入れてみたいな、うんね、でも大体やっぱりお餅は入るんじゃないの。いやそりゃそうだろお餅入んなかったらどうすんだい。お餅やっぱ入るでしょ。ただのお味噌汁じゃないかい確かにね。もうちょっと聞いてみよう詳しく。そうだよ、うん、ちょっとレシピ教えてもらってさ、ね、あだから食べたくなってきちゃった、ね、それをソーシャルネットサービスに、うん、ソーシャルネットワークサービスだっけ SNS ね, ね難しいこと言わないの。そうそうそう、うん、ねそれにちょっとさアップしてよ、うん、ね, ねちょっと作ってみようかな。どんな感じになるやるですけどね、うんまあ、これからね、まあ、もう4月入ってますから、はい、もう忙しい時期です。そうよ。もう世の中もバタバタしております。本当だわ、ねうん、浮かれてんのはクリスマスを楽しみにしている子供たちとカッポーだけですよ間違えたアベックだけですよ。いや古っ、その言い方古いな、なかなか聞かないな最近。そんな中でですね、うん、ラジオネームガメイヒラメイさんからゴミ拾いみです。カッコゴーヒロミに寄せてお願いします、はい、ガメイヒラメイですありがとう。ですね、あの、うん、苦情はどうかあの池袋 FM には送らないようにお願いします。送らないように、はい、よろしくお願いいたします。我々の、ソーシャルネットワークサービスの方に送ってください。いやだから SNS で、苦情はこっちにお願いしますね。匿名性の高い番組とお聞きしましたが職業、うん、出身年齢性別はご容赦くださいいや最初から聞いてないからもうありがとうございます名古屋さんエリさんいつもフォークソングフォーユーから元気をもらっております、はい、これからも頑張って楽しい放送お願いいたします、うん、先日のことですが最近路面電車が開通した餃子で有名な私の出身地にて、はいはいはい、トラック協会主催の環境美化活動に参加してきました、はい、私の仕事は皆様方の生活道路を、うん利用しておりますので、うん、感謝の気持ちで毎年参加しております。偉いですね。すごい。要は道路のゴミ拾いです、うん、この日は天気も良くこの季節にしては暑いくらいでした。そこそこ子供から年配の方までたくさん参加されておりました、うん、特に子供たちが元気にゴミ拾いをしていました、うん歩道とはいえ事故の危険はありますので、うん、最新の注意を払いました、うんうん、車からのゴミだけではありませんが車を運転される方は18歳以上、うん、大人が捨てたゴミを子供が拾う光景に胸にわだかまりを覚えました。何はともあれ、うん、全員無事に終了できて何よりでした、うん社会情勢などいろいろありますが心が豊かになる曲、過去すなわちフォークソングをこれからも継承していただけると幸いです、うん、最後にリクエスト曲ですが俺の生まれた年のリリースで山本幸太郎&ウィークエンドで岬巡りを弾き語りでお願いします。 それでは
あとエリさん、はい、おやすみなさい。寝るなーいただいております。ありがとうございます。ゴミヒラミーさんです。ゴミでも素敵な活動だね。そうですね、これ毎年参加されてるってことで、毎年このトラック協会主催の環境美化活動っていうのをやってるんですね。どれぐらいでも結構でも集まるんだろうな。集まるんだろうな。悲しいことに。あ、まあ、ゴミか。そうだね、うん、やっぱり道路を見ててもさ、うんうん、なんでこれがっていうのもあったりするじゃない。あるね。そうだね。私さ、この前さ、うん、どうしていいか分かんないから、ちょっともう逆にそのままにしといた方がいいかなっていう、おー、はいはい、と思って、なんかもうそのはがきが落っこってたんだよね。はがき。でもそのはがきも、うん、その なんだろうな、もうちょっとどうしていいか分かんなかったの。そのはがき名前も書いてあるし、はあ、どうしよう、なんで落ちてたんだろうね。だから多分落っことしちゃったのか、うん、その迷っちゃって、でも落っことしたってもしね、うん、要は取りに来るかもしれない、戻って、うんうん、そしたら私が変にどっかに届けたりどっか置いちゃったりすると、うん、困るんじゃないかと思って、うんうんうん、取りに帰ってきますようにって思いながら、うん、ちょっとその場を去ってしまったんですけど、それもう一回投函するとどうなんだろうね。いや、わからないねえ、うん、どうなんだろう。だからちょっとこれ大事なものなのかわかんないよ、うん、でもあんまりハガキって怒ってないから、まあそうだね、確かにね、どうしていいか分かんなかった。そらそうだ、うん、ちょっと放置してしまったんですけどただなくなってたから、うん、あ、じゃあ誰か拾ったのかな。あ、よかったと思ったんですけど、うんうんうん、ちょっとね、やっぱ落とし物なのかゴミなのかっていう、そこの判断も難しい。そうね、確かにね、ね、まあ、明らかにねゴミというものは、うんうん、捨ててはいけませんけれども。そうね、なんかさ、うん、昔なんかよく車からその吸い殻、うん、車に灰皿とかついてたじゃない。ついてた。もうそういうのをさ、もうあれ今ついてないの。たまった、結構ね取られてたりするのよ。あ、そうなんだ、うん、もうついてない、もうマストじゃなくなってきてるっていうね。そうなんだ。そうそうそう。でそのさ、吸い殻たまったものをさ、もう車のドア開けてパイム、道路にパイムみたいなとかっていうのを見るとさ、おいおいおいとか思うよね。うん、ね、ね、そのなんだ、窓開けてそっからポイポイ、はい、ね、道端に投げ捨ててるとかさ、はい、よく見るじゃない。ね、ね、これからもうこれからっていうか、もう乾燥シーズンですよ。危ないよ。火のついたタバコ投げてさ、それがまたコロコロ転がってって、そうよ、新聞紙とかね、その腰とかがそこに置いてあってとか言ったらさ、うん、危ないからね。まあでもね、ゴミは捨ててはいけませんので。山火事の原因になっちゃったり ね、いろいろするじゃん、世界を見てみるとさ。危ない危ない。そうそうそう、僕もね、うん、路上ライブっていうのをまあずっとやってたんですよ、うんうんうん、前ね、うん、でその時にやっぱりその自分たちはまあ使わせてもらってるっていう意識を持ってるから、はい、うん、そのファンの方、うん、要はその日聞いてくれたファンの方たちと一緒に、うん、路上ライブが終わったらみんなで1個、あ、1個でいいからゴミを拾って帰りましょう。いいね、そう、だからそれ専用のさ、ゴミ袋っていうのをちゃんといつも持ってて、ははは、うん、でみんなで1人1個、うんうん、を拾って、帰るっていう、うん、そういうのをやってたんだけど、いいですね、やっぱりさ、結局さ、うん、どこも、まあ、どこの団体、どこのサークル、どこの、ジャンルでも、うんうん、もうそうなんだけど、うん、誰か一人がマナーが悪いとみんなが同じように見られるじゃない。そうなの。で路上ライブも結構ね、まあ、いろんな方がいらっしゃって、そのもう騒ぐだけ騒ぐ、要はアンプ通して大音量で騒ぐだけ騒いで、自分が飲んだペットボトルは捨てていく、吸い殻は捨てていく。でそうするとやっぱそれを見ているファンも同じような感じになってくるんだよね。ファンの方たちも捨てていく、ね、もうみんながやってるからいいかっていうね。そうそうそうとか、あとはその展示ブロックの上に、ね、その自分たちの道具荷物とかを置いちゃってるとか、自転車置いちゃってるっていうので、結構マナーの悪い路上ライブ、ストリートミュージシャンってのよく見るんだよね。困るね。そうだから、そういうのもあるし、うん、ね、僕がやってる釣りもそうですよ。釣りもやっぱり明らかにこれ釣り人のゴミだよねっていうのが、はあ、そっか、落ちてるんですよ。やっぱり川沿いとかさ、うん、いろいろ落ちてるわけですよ、うん、その僕はあのバスフィッシング、うん、ブラックバスなんですけど、バス釣り用のワーム
疑似餌ね、ワームの袋が置いてあるとか、そうそうそう、ダメね、箱が置いてあるとか、持って帰なさいよ、そんな大きいもんじゃないでしょ。釣り糸は結構多いね。釣り糸だってそんな大きいもんじゃないじゃないのよ。そう、本当だったらね、そうやってこう持って帰んないと、それにね、ほらあの鳥が、そうだよ、足絡まっちゃって死んじゃうとかっていうのもよくテレビでやってるけど、そうだからね、やっぱやめてほしい。一部のマナーの悪い人たちがいるせいで、ここの場所は釣り禁止になりましたかという、特にそういうの多いのよ。困っちゃうよね。そうだからね、なかなかそうやってあるからこそ、その釣りの大会の前に参加者のみんなでゴミ拾いやってから大会やりましょうとかね、終わってからゴミ拾いやってみんなで帰りましょうっていう大会もあったりするんでね、まあなかなかね、こういう活動っていうのはね本当に大事でも、誰かが捨てなければこういう活動もなくなるわけだから、うん、まあそこら辺はね、あの一社会人として、はい、考えなきゃいけないのかななんていうふうに思う問題ですね。はい、ごめんひろみさん、ありがとうございます。似てない。そしてあのリクエストでね、山本幸太郎&ウィークエンド三崎巡りを弾き語りでお願いしますということだったんですけれども、はい、これもうすでにやっておりますやっておりますので、このね三崎巡りっていうのは1974年のリリースの曲なんです。あ、そうなんですね、はい、同じリリースの、同じ年のリリースで、この曲をちょっと紹介したいなと思うので、これは CD でかけさせていただきます。はい、森進一で襟も岬。森進一で襟も岬でした。名古屋リフォークソング for you。 1,2,3,4。 はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、同じ年なんだ。そうにリリースされてるの。私さ、うちの姉がね、うん、姉夫婦か、はい、襟裳岬見てくるって急に言い出して、おえって言って、どうしたの、うん、いや襟裳岬をずっとその前日にね、うん、車でずっと聞いてて、あ、襟物って聞いてた、そう、うん、聞いてたの、うん、CD で聞いてたんだって、はい、そしたら見たくなっちゃったんだって急に、うんうん、でもその夜に飛行機を取り、次の日に襟裳岬を見に行っていた。びっくりだよね、何そのフットワークの軽さ軽すぎだろって軽すぎだろなんだすごいなそれ、うん、そんなことある、うん、あった襟裳岬聞いてたら見たくなっちゃってって言って次の日行ってたもうそしたらもう現地行ったら歌うしかないじゃん。歌うしかない。歌ったっつって、うん、ちゃんと歌ってきたっつって、うんうんうん、歌ってあのサビの部分ちゃんと歌ってきたって。歌ってきた、うんまあ、なぜこの曲を紹介したかと言いますと、はいはいはい、この曲は、うん、まあ、歌謡曲、森進一さんのね、うん、もう本当代表する曲ですよ、ね、でこれは代表的な歌謡曲界と、うん、フォークソングが、うん、コラボした本当もう最初のもう先駆け的な曲なんですよ。そうなんだ。っていうのもこれ作詞は岡本修さんっていう方なんですが、はい、作曲は吉田拓郎さんなんですよ、はい、そうで吉田拓郎さんバージョンでも当然この曲っていうのはあるんだけど、そうこれはだからねすごいよ、画期的だったよ。もう歌謡曲界にはなかなか相入れなかったフォークソングがそっかコラボしたっていうのですごい話題になった。すごいすごい話題になったと同時に、すごい売れたと同時に、襟裳岬ね、うんうん、何もない春です、何もないわけないだろうっていうそういうねいや、ジャジが飛んだ文句やクレームがいっぱい入ったっていうねそういう話もありますけれども、まあそんな記念な歌なんです。そうなんだ。他にもねかぐや姫さんだったら、あとほら妹とか赤ちょうちんとかそこら辺も出てるし、そうなんだ、ね、中村雅俊さんのふれあいとかもそうですけど、はいはい、でね、ねこの年っていうのはスポーツ界にも大きな大きな年がこの74年なんですよ。そうっていうのも当時の、まあ、読売巨人、うん、巨人軍が V9、うん、V9、うん、もう9年連続優勝っていうのをやって、ほうほうほう、で10年連続優勝がかかってたのを中日ドラゴンズが止めた。そうだったんだ。 その年に燃えよドラゴンズっていうのを、おう、ほいほい、元中日投手の坂東英二さんが歌ってるんです。へえ、あ、でも聞いたことあるよね。そうで、そのこれを作詞作曲が山本正幸さんっていう、これあのタイムボカンシリーズを歌ってる方なんですけれども、その方が
あのこれでデビューしたようなもんですよ。その 作詞家作曲家デビューしたようなもんなんですけど、うんうん、これが、うん、大ヒットしてっていうね、うん、まあ、そういう年でもあるんです。でさらに長嶋さんが引退セレモニーをやった。え、巨人軍は永久に不滅ですって。あれ1974年だったんだ。4年なんで。そうなんです。だから大きな、その野球界にとって大きな大きな出来事があったのも、すごい出来事だったんだね、この74年なんですよね。すごい。そうなんです。歴史が詰まってるな。74年。いや、この年すごいんだ。ほんとさ、ねえ、もうね、その精霊流しですよ、うん、精霊流しとかも出た年だし。ああ、そかそか。もうね、うん、この年に青春時代を迎えたかった本気でやっぱちょっと生まれるとこ間違えたね、年代間違えたかな、名古屋さんね。そうだな、うん、まあ、そういうことだよね。あ、そういうことですよ。さあ、そしてね、うん、ラジオネームかつおちゃんからもいただいておりまして。かつおちゃん、ありがとうございます。かぐや姫のうちのお父さんを名古屋さんの弾き語りで聞きたいですということでいただきました。うちのお父さん。うちのお父さん、はい、いいね。あの曲大好きよ、私も。あ、好きですか。うん、あのドゥーンっていうとこが好きよ。前エリさんだいぶね、僕とこう一緒に番組をやるようになってね、うん、このフォークソングとかいろいろこう知ってきたんじゃないですか。知ってるし、もうかなり知ってますが、まだまだなんですけれども、ええ、でもこの歌のそのギターのね、うんうん、そのなんだろう、なんつうの、伴奏のなんて言えばドゥーンっていうところがあるのよ。はーはーはー、あのベース音みたいなね。そう、ベース音みたいな、うんうん、そこをねちゃんと名古屋さんがねこうやってくれるんで結構ね大変なんだから。あ、大変なの。そう、あ、そう、楽器違うんだもん。だって、あ、そっか、本家はそれ一本でやってないから ね、 そうだよね、当然だけどね。そっかそっか、あ、ごめん、そうだわ、うん、まあ、じゃあちょっと頑張って、ちょっとそのドゥーンのとこ、カツオちゃんリクエストのこれ行ってみましょうか、うん、はい、お願いいたします、はい。じゃあちょっと今準備しますんで、ね、喋、はい、っててくださいね。はい毎回喋っててくださいね。はい、準備できました。いや、早ー。あ、違う違う違う、違う違う違う、何が違 う、 う、ね、入ってるかな。もう持ち上げるか。これあの生放送じゃないですよ。生放送じゃないのに、この生感を出すため、ライブ感を出すために、一切これあの編集点を作っておりません。一休み、薪割りは疲れますね、お父さん。もうすぐ日が暮れる、カラスが飛んでゆく。一番星光るまでもうひと頑張り。汗を拭いてお茶を飲んで、腰を伸ばせばお父さん。にっこり笑う、にっこり笑う、明日天気になれ。今日は渡辺さんの結婚式で、うちのお父さんが仲人で、めでたいめでたい、鯛の頭付き。酒は飲め飲め、花嫁さん。膝を崩しお皿叩いて、歌をうなればお父さん。にっこり笑う、にっこり笑う、明日天気になれ。セーター姿が似合います。たまにはおしゃれしたらお父さん。今度お母さんが街に出るときに、真っ赤な蝶ネクタイを買ってもらったら、春になれば下がり梅の花が咲きます、お父さん。にっこり笑う、にっこり笑う、明日天気になれ。春になれば下がり梅の花が咲きます、お父さん。にっこり笑う、にっこり笑う、明日天気になれ。
フォークソングフォーユー。ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとうございました。ありがとうございます。ラジオネームカツオちゃんからのリクエストでした。うん、うちのお父さん。ドゥーン聞こえますか？ドゥーン。ドゥーン、これね、大変なんだから結構。すごい、でもドゥーンよく聞こえました。これね、うん、あのね、だから衝撃的だったもん。このギターでドゥーンってできるんだってこれね、うん、そうドゥーンってねこれね、うん、まあまあ、僕自身が、はい、そのギターを始めたのっていうのが、うん、確かね、あれは忘れもしない、うん、あれは忘れもしない、忘れとるやんけ、忘れとるやんけ。だいぶ昔のことなんだけど覚えてないんかいな。そう、ね、高校生入ったぐらいにギターをまあ本格的にやり始めたんですよ。そうかそうか、高校1年生ぐらいの時に。あ、高1か。そう、でその時に、まあ、ギターを始めた理由って大体やっぱこうモテたいからとかってね、もうそういうのがほら理由だったりするよね。バンド始めた理由はモテたいからとかさ、ね、そうね、ね、そうじゃないです。違うんだよね、なごみさんはね。私は、うん、その中学生の時にさだまさしさんのコンサートに行ってます、うんうん、でさださんのコンサートに行った時に、うん、ね、こうどんちょがパーッと開いた瞬間音楽が始まります、はい、ね、でそしたらね、すっごいいい音を奏でてるギタリストがいたんです。そのギタリストと誕生日が一緒って言ってたじゃん。そうなんです、石川貴彦さん、うん、そう、それで始めたって。始めたんですね。あれ、これラジオで言ったっけ？言ったよ。ラジオで言ってた？言ってるよ。あ、言ってた？多分。あ、本当に？うん。なんかコンサートで言ったんじゃなくて？いや、言ってる。ラジオで言ったっけ？もうね、私もわかんないんだけど言ってた気がする、最初の方。あ、本当に、うん、あ、そうですか。じゃあこの話割愛しまして、うん、で高校入った時に初めてその練習した曲っていうのが、これまたさださんがまあ昔組んでいたグレープっていうフォークデュオのセミシグレっていう曲だったんです。セミシグレ。そう、なんでこれにしたかって言ったら、うん、バレエコードっていうのがだいたいギターで出てくるんです。 F っていうコードが。あ、なんか難しいってやつ。 F とか B マイナーとか B フラットとかね、そういうのが出てくるんです、うん、これが人差し指で弦6本押さえて、うん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 、鳴らしていくって、うん、まあ、そういうあのフォームなんですけど、ちょっと難易度が高いでしょ、 そのバレーコードって。だいたいこうね、最初のうちはこういう音って鳴らないんですよ、うん、だいたいみたいな弾いちゃう感じになるんです、うん、そう、こういうクリアな音ってなかなか出ない。でこれで挫折 していくんです、大体。あ、なるほど。あ、ギターって難しいんだ、じゃやめるわ、うんうんうん、そうじゃないんです。ギターをやりたいなと思っているそこのあなた、はい、ギター昔やってたけど挫折しちゃったそこのあなた、はい、そうじゃないんです。ギターのコンディションだったり、うん、人差し指の角度で変わるんです。ある程度の弾き語りがをしたいなと思ってるらし、うん、思っているそこのあなた、うん、ぜひなごみフォークギターの教室がありますんで、あら、問い合わせくだされば私があの出張レッスンで教えに行きますので。あ、宣伝しちゃった。これあ、よろしくお願いいたします、まあ、あの手取り足取りね、教えてくれると思いますので。そうです。いや、足は使わないですけどね。使わない、うん、でね、そのセミシグレっていう曲がバレエコードが入ってなかったから、うんうん、あ、これだったら練習しやすいなと思ってやったんです。あ、そういうこと。そしたらね、この曲が、うん、ね、あ、これね、イントロが始まる前に、はい、セミシグレですから、セミの声がするんです。セミ、はい。じゃあエリさん、あのさ、静かにしてのシーってやって、シー、そう、その状態で口をこうね、つぼめたり広げたり、つぼめたり広げたりっていうのをやってください。はい、あ、いいね。さあさあさあ、いいですね。あ、いい、いい効果音ですよ、それ。きた。うん。セミできた。できたらこうね、うん、あ、うまい。っていうこう、あの、シーを伸ばすと、またそれっぽい。あ、いいね。そう、はい、入って。君の長い髪が木漏れ日と遊ぶよ、風に吹かれてもっと笑ってごらんよっていう曲があるんです。なんかいい感じ。そう、これがこの速度でやんなきゃいけないんです。いいね。あ、速度結構早いね。そうそうそう、でもそんな速度で弾けないですから、うん、もうそうだよね。君の長い髪がだよね。最初は絶対そうなっちゃうよね。そ
それから始めたんすよね。そうなんだ。なんかいいね、こうギターいいな、何かできるって。本当私楽器何もできないからな。いや本当ね、でもね、目の前にね、うん、教えてくれる人がいるのに。あ、そうだね、やらないっていうね。だってエリさんにギターやってみるって言ったら、で私もあいいなやりたいなって言ったけど、いやごめん、エリさんね爪が長いのよ。そう、ネイルはどう、いや爪長いとちょっと、あ、じゃあやめるわってもうギターより爪取りましたからね。ごめん、うん、あのおしゃれを取りましたまあだからなかなかね、やっぱね伸ばせないですよ。あ、そうかそうか、うん、まあ仕方ないかな、 それはね、やる、まあね、あの楽器やってるとね。そうだね、うん、あ、ちょっと待って、話したいこと全然話せなかった今日。え、あ、もう終わりだ、エンディングの曲ですよ。うん、あ、いや、なんてこった、なんてこった、あの今日さ、うん、エンディング今日から変わるでしょ。あ、そうそうそう、ね、そうなんです、12月入りましたから、はい、入りました。私の浅草恋慕情という曲が、オリジナルのね、はいはい、こちらもあのアルバム、はい、歌の贈り物からね、はい、はい、2000円で売っております。よろしくお願いいたしますまた宣伝入りました。よろしくお願いします、はいはい、まあ、2番目の、ね、曲ですね、これがね、はい、そうですね、はい、まあ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 、もまあいいか、しょうがないか、これとりあえずですね、この、うん、3日後、うん、12月10日は、はい、歌声広場、はい、名古屋入りでございますんで、はいはい、ぜひ、300円でございますんで、お越しください、はい、詳細は SNS に載っておりますんで、はいはい、まあ、場所はね、東久留米市、はいはい、西部地域センター多目的ホールとなっておりますが、はい、まあ、2時間ね、うん、たっぷりとフォークソング歌って、そうですね、はい、もうストレス発散していただければと思います、はい、もう12月、まあ、これあの10月からスタートしたばっかりなんです、うん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 、だから12月10日が今回3回目なんですね。そう、3回目なんだよね、まだ始まったばっかりなんですよ。そう、はい、ぜひぜひ行きたいなっていう方は、ね、お越しくださいね。なので今回は、まあ、今までやった20曲ぐらいを、まあ、ドドッとやっていこうかななんていうふうに思ってるわけですよ。いける？まあまあ、やってみましょうよ。いけんの、ね、大丈夫。とにかくその2時間だからさ、うん、結局その中休憩も入るから、まあ、10分15分 ね、 そうだね、休憩も入るから、まあ、どこまでできるか分かんないですけど、うわ、でもなんか楽しそうだ。そうそうそう、やっとこうストックが ね、 そうだね、20曲ぐらいになるんで、うんうんうん、それはいいかもしれない。そうそうそう、なかなか最初ほらこの歌詞カードを作っていくって作業が結構大変で、もう全部スタッフさんに任せてるんです、うん、でそのスタッフさんがすごくもう何でもできる万能タイプで、ね、ありがたいよ ね、 ね、エリさんの何あのスクロールするの、ね、なんかそれもさ全部システム化してくれて、そう、もうありがたい、エリさんがこう操作しやすいようにやりやすいように全部やってくれてるっていうね。ありがとう、ありがとう S さん、うん、ちなみにその人ねギターも作ってたりして、なんかマルチよね。そう、ここのネックの部分をメープルだからこれに変えようかなとかね、自分でやつすごいよ、とにかくもう今度すごい人だよ、僕のギターもメンテナンスしてほしいもんね。本当だよね。まあまあそんな感じでね、うん、もう終了の時間となりました、はい、ということで、今日も池袋 FM からお届けいたしました、はい、名古屋フォークソング 4U、 今日はこの辺で、また来週、またね。